はい、どうも皆さん、こんにちは。今日も京都でアップデート情報ですね。公式さんから開発ビルドをお借りして、動画の方をお送りしてくれることだと思ってます。どうぞ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 木村吉野です。ブーということで、はい、こちらご覧ください。皆さん、左下。はい、今回紹介するのはですね、スーパーガーゴイルでございます。いや、めちゃくちゃテンション上がりますよね、やっぱり、アップデート情報で、ね。なんで今回はですね、公式さんが開発ビルドをお借りしてね、動画をお送りしていきますので、ね、いち早く最新情報をゲットしたい方で、ね、ぜひともチャンネル登録の方、よろしくお願いいたします。もう、クラクエル実況メインで、ほんとチャンネル登録者、10万人達成したいんです。で、そんなですね、私、ケイスケですね、決まりよしですね、今回ですね、こちらスーパーガーゴイルですね、使ってみたいなと思います。はい、ということで、早速ね、使ってみましょうかね。私、ケイスケね、まあ、知ってるんですけど、まあ、初見の手でやっていきます。初見の手で、果たして一体、どんな能力を持ってるんですかね。じゃあ、やっていきます。出していきます。そうするとどう？さあ、見た目はちょっと、アイコンの方、不細工なんですけど、普通に出すと、ガーゴイルと変わりはないんですけども、ああ、なんか、あ、そういうこと。そういうこと。なんか、最初の攻撃の射程が、異様に長い。え、待って。じゃ、超遠くから出すよ。超遠くから、もう出すと。で、この距離、この距離も届かないじゃん。もう、防衛室とか届かずに、普通に倒せちゃうんじゃん。で、なんか、あれだな、これロケットをね、飛ばしますね。ロケット花火を。こういう風に、あ、形がひばい。形がひばい。ちょ、形がちょっと良くないよ、スパセルさん。ちょっとこれの形。で、5発ぐらい撃っちゃうと、普通の、通常攻撃になるっていう形なんで、あ、なんかあれだ、通常攻撃と最初の、数発のミサイルの形、なんか違いますね、ロケットの形。うわ、うわ、これはちょっとモザイク必要ですよ。な感じになってるんですけど、で、5回攻撃したら、こういう風に近づいて、いやいやいやと、ちょっと待ってくださいよ、スパセルさんと、いった形で、あ、レベルがそれなりにある、ちゃんと、インフィニティタワーとかも、一方的に削れちゃうんだ。え、じゃあちょっと待って、アチャック EVS、スーパーガーゴイルどう？普通に射程で勝ってて、外側からこういう風に処理もできちゃうっていう形なんですね。え、これめっちゃやばくね。え、じゃあちょっと待って、射程長いじゃん。アーチャータワー届くのかこれ。アーチャータワー、あ、壊しちゃった、壊しちゃった。どう、アーチャータワーに届く？あ、届かない、届かないし、しかも火力それなりに高いから、防衛室とかも普通に壊しちゃう。え、ちょっと待って。これめっちゃやばいじゃん。そしたら対空砲ですね。待って。ちょっと待って、今面白かった。めっちゃ近い。待って。今、面白かったですね、今。見ますよ、こっからね、めっちゃ近いです。はい、ちょ、ロケット砲しか。ロケット砲しね。ロケット砲しはクラワの方だ。クラワにロケット砲しっていうね、アーチャーが、こういう風なロケット担いでるね、ユニットいるんですよ。全くそれと同じような、感じになっちゃってますね。え、じゃあそしたらさ、待って、とりあえず対空砲届くのかっていうのをちょっと見ていきましょう。対空砲これ届いちゃったりしたら、届かなかったりしたら、普通に一方的にカットができるっていう形になりますもんね。でイーグル砲を壊して、まあ削ってもらうわな。で、まあ2体ぐらい出してって、レジかけていく。かけていくとこういう風に接近戦になって、あ、でもこれあれ呪文の範囲とか気をつけていかないと、普通に範囲から飛び出しちゃうっていうこととか、全然ありそうですね。全然ありそうなんで、こっから、さ、対空砲から届くのかっていう、あ、でも、この距離だから届かねえな、これ。え、すげえ強いじゃん、そしたら。で、届いてない。届かずに一方的にぶん殴れんの。これはちょっと、あ、じゃあ、タンホールとかも、ここから、令状かけていけば、さ、普通に、こう、遠くから壊してって、削りの方も、行えるっていうことなので、じゃあそしたらね、ステータスの方で、ちょっと見ていきましょう。さあ、スーパーガーゴイルですね。能力はですね、ロングショット。スーパーガーゴイルの最初の5回分の攻撃では、より遠くのターゲットを攻撃し、与えるダメージも大きくなりますっていうことなので、そうですね、大工の拠点のベータガーゴイルと似たような能力っていう形ですね。ただやっぱ射程範囲が長くて、大工の拠点とかだと、アーチャータワーからさ、普通に、ロングショットやっても、アーチャータワー届いちゃったりとかしてるんじゃないですか。このスーパーガーゴイルはね、違いますね。自分の村だとね、射程外から一方的にぶん殴れるっていう、そんなユニットになっております。
ーパーガーゴイルは伊達に顔、額が広いわけではありません。そこには敵の、防衛施設を安全な距離から狙うための頭脳が詰まっているのですっていうので、ね、脳みそが大きいっていうことなんでしょうね。で、ホーミング対空地雷を避けられないほど巨大化した今ではその頭脳が生命線ですっていうことになりますんで、まあ頭脳あるんだったらもう全部その誤解じゃなくてもうずっと無限にやれよっていう話なんですけど、でステータス見ていきましょう。あと枠数ですね。はい、ダメージが毎秒375、これはだいぶ高くないですか。昨日紹介したスーパーバルキリーよりも結構ね高くないですか。でヒットポイントも1500ってそれなりにありますね。でバック数に関してはね、12枠っていうことになりますね。まあ言ってしまったらスーパーアーチャーみたいな形になりますかね。なので12枠、まあサイドカットとかでこうね対空砲とか対空施設がないようなそんなところにこちらのスーパーガイゴイルを出していって、でサイドカットをやっていくみたいな、そういう形になるんですかね。はい、じゃあねスーパーガーグーねこう使ってみようかなって思ったんですけど、何に入るんだろう。ドラゴンバットかなに入るのかなっていう感じの、とあとねあのタウンホール13とかになると、はい、もうね質がギッチギチなんで、このロングショットをね使うっていう場面がそこまでなくねって思うんですよね。なんかないっすよね、なんかねえなって思ってるの俺だけかな。でまあとりあえずスーツのカットサイドカットしてって、であらかたじゃあ削ってってもらって、でどうする、削ってってもらってどうするっていう話になるんだけど、でまあまあまあ着衣は、サイドカットに使っていきながら、でこっちのシーズンカットねやっていってもらいましょう。どうやって、使っていこうか、これ見当がつかねえな。である程度サイドカットを終えたタイミングとかかな、サイドカットを終えるタイミングとかでこうなんだろう、こうロングショットを生かしてってあげたりとかしていくといいのかもしれませんが、さあどうでしょう、よく分かってね、よく分かってない。とりあえずこっちはもうクロークを使っておいて、でまあドラゴンでバラン展開していきましょう。で、ドラゴンらしくねやっていってあげての、さあ、ここから、ね、進行の方してってもらいましょう。でまあ早めに、レジの方ねかけていってあげて、でこういう風になってきたタイミングでトルネートラップが少し嫌なんだけど、ああ突撃感が出してってあげて、でここら辺でトームをかけてあげて進行の方ですね助けていっていただきましょう。でこれでさあさあさあ落ちるかな、突撃感がちょっと列がこっちの方向に OK、 おい落ちてったんで削りの方やってって、でここでようやくスーパーガーゴイの登場をさせていってあげて、さあさあさあ、でロイちゃんでターゲット取ってあげながらのここからコウモリですね、展開していきましょう。でここら辺で霊場も使っちゃっ てあげていけば、これいいんじゃない、これ、あースーパーガーゴイルもタギ取ってるし、であとはスーパーガーゴイルでこれシングルインビを狙うとか、あ大砲狙っちゃった、大砲狙っちゃったんだけどどうなる。これでさあ進行の方を助けてもらって、そして援軍にはね今日の動画で出したあれあいつスーパーワルキリかたちがこう進行してっていくんで、これどう、スーパーガーゴイルの動き全然見なかったけどどうなんだろうな。なんだ、回収で出すとか、回収で、これスーパーガーゴイルを出していってあげるとかっていう方がいいのかもしれないですね。で、ホーミングとかに関しては、まあホーミングで落ちるのか、落ちるんだけど、いや違うな、この使い方じゃねえな。どういう使い方がいいんだ、わかんねえ、本当に。なんだろう。あとはスーパーガーゴイルラッシュとかで削っていくとかね、っていうやり方とかでもいいのかな。はい、なんかね、面白い感じのね、使い方ね、思いついちゃったかもしれないんで、ちょっとね、やってみます。面白い使い方。あ、ちょっと待って、呪文編成ミスってんな。ミスってるけど、まあいいや。ミスってんすけど、まあ面白い使い方、思いついたかもしれない。とりあえずは、突撃艦にしておいて、まあこっち方向ね、流していきますよね。で、シングル IT 壊しといて、で、こっちは、ウェイクからの、まあライトニングを、シュパーンと打っておきましょう。でこっちはロイちゃんで、ちゃんと、ね、流しの方をねやってってもらって、シングル IT 折って中央置いて、 OK 置いておいた、で折ったんでこっち方向シュインさせてシングル IT を折っていく、でババキンをこっちで、方面に出しておいて、でこっちここら辺あたりをねこうなんか圧縮で、カットの方をねやってって、であとはねこうサイドカット的な感じでやっていきながら、さあさあさあ、あとはねここだな、1、2、3、4、5、で、
グッといってでこっちも1234とグッといってであとはクエイククエイクでなんかこうどんどん射程を生かして削っていくみたいなそんな感じとかできそうじゃない。こでこれであとはもう削りの方をやっていくみたいなそんな感じでこれいけあこれこれじゃねこれよくねなんか結構よくねでイーグル砲とかも削っていってで射程外からねどん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 アーチャータワーとかをどんどん削ってもらうのそうこういう感じこういう感じでやっていけば良さげじゃね結構これありじゃね結構ありくさくねでここら辺とかも一応削りね行ってってで、ウォーデンはこう空で展開していきながらさあさあイーグル砲とかね、ちゃちゃと削ってほしいちゃちゃといいよいいよでちゃんとこうね削りの方をやっていけば待って待って待ってちょっとやべえことになってやべえことになってウォーデンが死んじゃうウォーデンが死にかけてたんでであとこう対空施設をさ一方的にぶん殴るわけよ一方的に対空施設をぶん殴ってってやっていけばねありそうじゃないこれいいぞこれしっかりとあーロイちゃんいたけどなロイちゃんいたけどなそっちねエリタンオッケーオッケーターン方にターゲット取らせてあー待って投げるっけなんかこういうイメージパズルみたいなイメージで最初の射程の長さはさやっていけばあーちょっと惜しいな惜しいけどこれなんかワンチャンさこういうのありそうじゃないなんて言ったらいいんだろうあの昔さ期間限定ユニットでこうロイヤルゴーストが流行ったんですよ出てきたんですよ期間限定ユニットででロイヤルゴーストとコウモリを組み合わせた編成ですね、が強くてこうなんだろう各、場所ですねウィズ島とかをどんどんロイヤルゴーストが削ってってであとはコウモリを流すみたいなそんなさイメージやっていけばありそうだこれちょっといいななんかこんな使い方とか面白そうじゃないですかちょっと最終的に全開は取れてないんですけどねこういう風にやってって、個体空説をヒーローパート、兵器パートで、あと呪文パートで削ってって、で、あとはこう、スーパーガーゴイル流していくみたいな、こういう使い方良さそう。はい、というわけで今回ですね、10月のアップデートやってくるね、新ユニット、スーパーガーゴイル、こちらお送りしていきました。結構使う場面限られてるかなっていうふうには思うんですけど、なんかね、皆さんね、なんかいい使い方とか思いついたらね、コメントとかで、ぜひともね、コメントしてくださると嬉しいなって思っております。そうしたらね、動画にするかなと思っております。あとはね、あといい戦術とか見つけたらね、また動画でご紹介していきます。はい、なのでね、こういうふうにね、成功プレイ動画とかも出していきますんで、ぜひともチャンネル登録、よろしくお願いいたします。はい、ということで、それでは次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。